2017年中国大洪水は、2017年6月22日から7月にかけて中国の中南部で豪雨により発生した大規模な洪水。主な被災地は、関東省、厚生地湾俗児地,地区、湖南省、湖北省、厚生省、チャンス省、安徽省、石膏省、河南省、山東省であり、湖南省は被害の最も深刻な地域である。 中国全土で60以上の河川が警戒水位を超えて、洪水による死者は少なくとも90名に達し、損害額はおよそ250億人民元に達した。豪雨により201指道が土砂崩れで中断した。市内の右向この水位も警戒水位を超えた。7月1日、湖南省の民生部門に統計によると、この豪雨により、詳細州、懐かし、 駅用紙など11市中16箇所が被災した。合わせて7人が死亡、1人が行方不明、被害を受けた人は115.9万人に上った。8.2万人が一時避難し、生活救助が必要な人は3.8万人に上った。976個14万の家屋が倒壊し、969個2172件が重度な損害。 12,725個26,799件が軽度な損害を受けた。農地の被害面積は9.08万ヘクタールであり、内ち収穫が不可能な農地の面積は1.14万ヘクタールである。洪水による直接な経済損失は19.3億元である。また、将来の将校、流洋が、老片長は、一水が、四高、元高など、 主な河川の水位は警戒水位を超えた。また、7月1日に市内で陣頭指揮を行っていた昭和市政治協商会議の龍鶴群副主席が洪水に押し流されて死亡した。調査市内昭和安市号使用在賃炎以降、市内洪水により区内に20人が死亡し、14人が行方不明となっていた。競林市、竜州市、 川池市などの河川の水位は危険水位を超えた。都市の一部地域は豪雨に襲われた。豪雨が厚生省北西部を襲った。洪水により7人が死亡し、7人が行方不明となっていた。ありがとうございます。